中島貞夫は、日本の物理学者、静岡県生まれ、旧西沼津中学校卒、東京大学理学部物理学科卒、名古屋大学教授を経て、東京大学物性研究所所長となる。退官後、東海大学教授、東京大学名誉教授。彼の研究が超伝導の BCS 理論に引用されるなど、超伝導、液体ヘリウムなど低温物理学の権威である。 また、線形応答理論でも貢献した。1987年には、高温超電導が発見された直後、京都での LT18 低温物理学国際会議の委員長を務めた。1953年、名古屋大学の助教授であった中島は、京都で開催された国際理論物理学会の超電導分科会で、超電導理論を発表した。後に、b c s 理論を完成する。 ジョン・バーディーンはこれを聞いて中島に論文のコピーを求める。後日中島は名古屋駅でこれを車中のバーディーンに手渡すことになる。中島の結果は物性論研究史上に日本語で発表されたものだった。バーディーンの依頼に応じ急遽英文の要約を作成した。しかしそれでは不十分ということで元の日本語で書かれた論文を手渡した。 イリノイに帰ったバーディーンは自分の研究室にいた日本人研究者にその英訳をしてもらった。この論文は BCS 理論論文に引用されている。ありがとうございます。